今回やるゲームはアームレスリングキングパート2。ごきげんようタコッポドです。さあ今回はヒゲじいさんと戦ってね。ヒゲじいさんめっちゃ強え。よく見たらめちゃめちゃムキムキだし、ヒゲじいさん。ということで、前回もね結構やり込んだせいでもうこの辺が限界なんだよね。辛そうな顔してる。これはさすがにガチャとかやらないとね進まないね。ゲームが、まあ、宝石ね9000とかね貯めてきたんだけど、まあ、このゲーム5日目までやり込みました。じゃあ早速ガチャっていこう。じゃあまずはねコスチューム、これねスタミナの回復量が増えるからレア度の高いの来てほしいんだけど来なかったね。まあ、いや、異物ボックスもやっとこう。おしょー、おー、いろんな道具ゲット。まあ、この異物ボックスから出たアイテムは、いろんな能力がアップする能力ってことだね。じゃ、ランク上げていって、オッケー。これでどうだ？服装変わったね。じゃ、ここから金のダンベルにして、さらにコインを稼いでいこう。コインの数、実際1000億超えました。いや、とんでもない数、2000億。じゃあ、これ全部アップグレードに使っちゃおう。重大な確率にレベルアップ。まあ、ここまで育てれば、ヒゲじいさんに勝てるんじゃないかな。名前は、ハルク・ローガンだね。名前長すぎるから、ヒゲじいさんと呼ぼう。さあ、行きます。うおー、今度は負けないぞ。うおー、強くなってる。オッケー、まずは1回目勝った。さあ、ラウンド2。うおー、さあみんな、今のうちに高評価をして力を分けてくれー。ガタ、みんなありがとう。じゃあ次の対戦相手はドンパルマ。なんで間だけ英語なの？ドンパルンと名付けよう。じゃあ行きましょうか、ドンパルン。うおー、すごい筋肉だ、ドンパルン。うおー、これはさすがに厳しい。負けたかー。で、まだ諦めないよ。さあ、すべての筋肉を使い込んで負けた。これはもう次のランクの髪型を手に入れないとダメだ。S ランク、なんとか狙ってやっていこう。まあ、宝石はね、もう溜め込んできたから、もう今回使いまくるよ。よいしょ。あ、来たー !S ランク狙ってたやつだ。なんかどんどん髪型もかっこよくなってきたね。コスチュームの S も狙っていきましょう。S 来い !S 来い。ちょっとランク低いな、全部。なんだかんだ、AA、3つ手に入れたね。これで多少は強くなってるんじゃないかな。まあ、アイテム変えただけで、結構成長するからね、この主人公。あと、そういえば、1トンのダンベル持ってたんで、1トンにしてみよう。とうとう、1トンのダンベル。ちなみに1トンは人間17人分です。めちゃめちゃ重いね。じゃあドンパルンとね、戦っていきましょう。そろそろ勝てるんじゃないかな。行きましょう。うおー、押してる押してる、いいよ。うおー、潰せー、手を潰せー、オッケー。まずは1回目勝った。これいけるね。スタミナも全然ある、オッケー。余裕で勝った。やっぱアイテム変えただけで、めっちゃ強くなってる。ダンベルチャレンジもやっていきましょう。優勝残4、5、6、7、8、9、10。はい、もう10箇所出た。早い早い。オッケー、成功。ちなみに、また同じダンベルで、今度30回チャレンジっていうのはできるんだよね。で、これをクリアすると、成功。そうすると、宝石30もらえます。で、さらに広告見て3倍もらっとこう。まあ、こういう稼ぎ方もあるね。じゃあ、チャレンジ成功したということで、次のダンベル。いや、もう、車の重さなんじゃない？これ。やばいやばい。しかも、片腕で持ち上げてるからね。人間離れしてきた。でも、まだまだ軽々持ち上げるね。じゃあ、次の腕相撲対決やっていきましょう。フィットネストレーナー。え、待って。ワンパンマンと同じヘアスタイル。間違いなくこの人は強いよ。でも、負けないぞ。よっしゃ、本気モード来たー。勝った勝った。まずは一勝。それもう一回、うおー、もうちょいよ食えー。ワンパンマンヘアに勝ちました。ダンベルチャレンジやっていきましょう。まあ、10回ならこれも余裕でクリアできるね。さあ、まあ、制限時間30秒もあるからね。
10回は成功余裕。さあ次のダンベルの重さは5トン。もうダイヤモンド、ダイヤモンドってこんな重かったの？え、待て、重すぎる。何これ、1回持ち上げるのに結構時間かかってるよ。この辺からちょっと苦しいな。ちょっと力にもレベル上げていこう。さあ次はターミネーターと戦っていきましょう。いや、バケモン、バケモン出てきた。さあ、うおー、ターミネーター強すぎる。負けた。てか、スタミナが全然ないんだけど、負けた。全然勝てる気がしない、ターミネーター。スタミナの回復量を上げるために、コスチュームガチャやっていきましょう。さあ、来るか。あ、 S！ 来たー。さあ、SS 装備が揃いました。もう見た目がサラリーマン。じゃあ、ターミネーター倒していきましょう。うわー、負けたー。え、待って、 SS 装備なのに。え、これでも負けちゃうのか。もうこうなったら宝石使い切るしかないで。そして、ダンベルチャレンジやって、宝石30ゲット、広告見て90ゲット。貯めた宝石でもう一回やって、混ぜる、混ぜる、混ぜ、来た。え、 SS 装備5個で SS 装備手に入れました。うわー、頑張ったか、やった。これでパワーがかなり上がってるからターミネーター勝てるんじゃないか。うわー、ブラッシュ OK。 まず1回目勝てたよ。これがコスチュームを変えた力。よっしゃ、ついにターミネーター倒しました。化け物じみたパワーになってきたね、この主人公も。じゃあ次はね、アームガノン、顎と名付けよう。さあ行きます。うおー、待って、顎めっちゃ強え。うわー、負ける、負けたー。いや、まだ 2ラウンドあるよ。さあ諦めない、最後まで力見て。これはもうあれを使うしかないね。9000あった宝石ももう37個しかないからね。下にあるお店、これ買うしかないのか。やっぱこのシリーズこういうの買わないと進めなくなっちゃうからね。よし、素晴らしいゲームを作ってくれたゲーム作者のために課金しました。うわ、しかも、オートモード来た。あ、これもう、放置で。どんどんコイン稼げるようになったよ。いいね、いいね。うおー、これもやっとこう。うおー、すげえ。超、超も溜まってる。レベル上げまくり。レベル上げまくり。さあ、ここまで鍛えた課金の力と、筋肉の力で、やっていきたいと思います。うおー、みんな、まだ高評価をしない人は高評価よろしくね。うおー、してー。もうちょい、うわー、何ー、課金の力でもギリ勝てた。もう一回、やばい、ちょっと待って、スタミナがない。ちょっとここでスタミナを回復しといて。3ラウンド、さあこれスタミナ使い切るよ。おお、くそー、一瞬だったね、3ラウンド。敵も弱ってたのか。てかさっき課金の力使ったから宝石1000個もあるね。まあ、ついでだからここもガチャっちゃおう。 SS の服装着て欲しかったけど、混ぜていって、あ、S は3つになったね。それではチャレンジの方もやっていきましょう。クリア。さあ次のダンベルは10トン。やば。でも10トンチャレンジもやっていきましょう。うおー、クリア。さあ次のダンベル15トン。チャレンジやっていきましょう。さあ行きます。うおー。いや、本気モード来たー。てかこれよく見たら、ドラゴンボール。ドラゴンボールって15トンもしたのか。よし、じゃあ次のダンベルは25トン。チャレンジやっていきましょう。いや、どんどん進むね。待って。ここからめっちゃスタミナ使うんだけど、スタミナが切れた。これちょっと諦めるか。なんかマイクラのエンダーパールっぽいね、これ。いや、でも重すぎて。全然持ち上げられないから、ドラゴンボールにしよう。
よし、ちょっとレベルもスタミナ回復開けて。それではこの調子でまだまだ鍛え上げようと思います。さあ、いろんなチャレンジして、宝石も1000。なんとか貯めてきたんで、もう一丁ガチャやっていきましょう。来たー !SS! 狙ってたやつだ。全身 SS 装備になりました。さあ、次の対戦相手は、ブルース・リー。めっちゃ強い人だね。いや、これ。じゃ、ちょっと広告の力もそろそろ使っていこうかな。能力2倍になるやつ。さあ、広告の力で能力2倍になりました。これも勝てるでしょう。もういろんな力手に入れたからね。さあ、広告の力、課金の力、鍛えた力、そして、みんなの高評価の力を使って、このブルースリー勝ちたいと思います。まずは1勝目。さあ、うおー、押し込め、余裕。この広告の力で、めっちゃパワーアップしてる。よし、まだね、広告の力があるから、デニーカー、ジョーカーズも戦ってみましょう。いきます。うおー、この人も、待って。ワンパンマンヘアだ、この人も。うわー、本気モード来たー。オッケー。まずは1勝目。さあ、2回目。うわー。ちょっと、あとちょっと。うわー、惜しい。うわー。あちょーん。オッケー。さあ、次の対戦相手は今勝てる。この人最後じゃない？レバン、イジナシレベ。名前からしてめっちゃ強そうだな。やっていきましょう。まだあるよ、諦めねえよ、よっしゃ、やってきましょう。勝てる気がしない。じゃあ次は、3090円のこれ、買いましょう。勝ちたってことで、もう背景がジムいや、最初ね、ボロボロの家だったのに、もうこんなところで筋トレし始めたね。しかもダンベルの重さが25トン。あとチャレンジしてバージョンもアップしていこう。オッケー、これ課金の力で余裕で持ち上げれるようになってる。さあ、次のダンベルは45トン。やっていきましょう。重い。いけ、頑張れ。もうちょい。オッケー、クリア。さあ、次のダンベルは70トン。やっていきましょう。よーぬい。いけそうだね、これも。70トン、なんだかんだ、軽いね。成功しちゃった。さあ、次のダンベルは100トン。うわ、ついに来てしまったか、100トン。この世に存在したんだね、100トンのダンベル。しかも、ものすごいスタミナ使う。ちょっとレベルはどんどん上げていこう。で、コインに変えて、いいよ。いや、それでもまだまだ重いね。レベル上げまくったら上がりまくってるからね。スタミナ回復と元気。さあ、あれから、なんだかんだね、宝石も使い切って、まあ、ステータスはね、こんな感じになりました。限界までやり込んだ力を出して、やっていきましょう。いきます。うおー、いけるー。さあ、本気モードも来ました。なに、オッケー、勝てた。さあ、本気モード蹴る前に、もう一回勝ちたい。うおー、余裕。意外に勝てた。いや、もっと苦戦するかと思ったけどね。ってことで、筋肉質な男性、全部クリアしました。え、次、獣の男。え？人狼？ま、やってみよう。うおー、負けたか。強すぎる。もう人間じゃないし。うわ、人狼こんな強かったのか。やっぱこういったゲームは、限界が見えないね。まだまだめちゃくちゃやり込めそうだ。ということで、まだまだ僕は鍛え続けようと思います。それではみんな、じゃあね。